皆さんこんにちは、プラケです。ペコル生後114日目、プラケのレオパ育児日記やっていきたいと思います。今日はですね、ルーナとホーチーも上げていきますんで、よかったら最後までご覧ください。はい、なぜかシェルターの上でくつろいでるペコルさん、まずは1匹目どうですか？そこ足場悪いね、非常に。はい、オッケー。めっちゃ滑ってる、めっちゃ滑ってる、めっちゃ滑ってる、めっちゃ滑ってるね。めっちゃ滑ってる、めっちゃ滑ってる、めっちゃ滑ってる、めっちゃ滑ってるね。めっちゃ滑ってる、めっちゃ滑ってる、めっちゃ滑ってる、めっちゃ滑ってるね。大丈夫っすか？はいはいはい。一応3匹今日もあげていきます。そこ大丈夫？もうちょっといい感じの場所に。足場がいいところにしなよ、ペコルさん。その向き上げづらいんだよね。オッケーオッケーオッケー、いいね。はい、じゃあ2匹目。はい、オッケー。できたらこっち向いてほしいんだけどな。はい、では3匹目を上げていきます。はい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 、めっちゃ逃げるやん。おお、はい、ここ、これ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 、見えてる、見えてるの。3匹目見えてます？結局そっち向く系？いらないもん。いらない感じですか？ペコルさん。いらない感じでしょうか？もう一匹あるんだけど。いらないね。久しぶりに2匹で終わりかな。やべ、うん、食べないかもな、うん、食べなそうですね。はい、じゃあ今日は2匹で終わりということで、体重測定をしていくんだけど、入っちゃったけど、体重測定をしていきましょう。37g ですね。114日目のペコルさんはコオロギ2匹で 37g という結果でした。では次、ルーナにあげていきます。はい、では続きまして、第2号ベビールーナです。ルーナさんはですね、昨日ね、チートで余ったコオロギを2匹もらってます。食いつきがいいんでね、最近は。さあ今日はどうでしょうか。昨日2匹食べてます。非常に迷ってる。はい、よかったよかった。昨日2匹食べてるんでね、もしかしたら1匹で終わりとか、そういうパターンあるかな。オッケー、2匹目いきました。後ろ足めっちゃ滑ってるけど。3匹目どうですか？あ、食べるね。すごくソフトだけど。そしてめっちゃ後ろ足滑ってるけど。まあね、3匹食べましたね。じゃあルーナの体重を測定していきたいと思います。
ちなみにルーナとホーチは生後87日目です。はいよ。 32g、 30g 超えましたね。では、生後87日目のルーナはコオロギ3匹で 32g という結果でした。では次、ホーチにあげていきます。はい、では最後は第3号ベビーホーチです。ホーチにあげていきたいと思います。よいしょ。その手前に来ると取りづらいんだよね、ホーチさん。はいよ。はい、 OK。ホーチは本当にね、もういつも言いますけど安定の食いつきですね。多分昨日かな、昨日か今日脱皮していると思います。まあでもそんなことはつゆ知らず普通に食べます。まあ、よくでもどうなんですかね、僕もうちのはなんか脱皮前とかね、脱皮後でも食べる子が多いですね。なんかあげない人とかもねいるみたいですけど、うちは、まあ、食べるのであれば餌の日だったらあげちゃったりとかすることが多いですね。はい、3匹食べました。ではね、体重測定をしていきます。よいしょ。 35g、6g、うん、どっちだ、36ですね。はい、では生後87日目のホーチはコオロギ3匹で 36g という結果でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。